じゃあ伊藤さんを新選組に。腕の立つ剣客であり優れた論客でもあることは平助も三男君も認めているようだし。ええ、しかし伊藤さんは水戸の流れを組む尊王派、我ら新選組と相入れるかどうか。なに、義を持って話をすれば必ずや力を貸してくれるに違いない。平助、伊藤先生と同門であるお前に橋渡しをお願いしよう。いずれ私も江戸へ参る。あ、わかった。うん。天津風よ時の傘へ、この想いはいざよいに。凛としたあなたと同じ倒られぬ花、色は匂えど音の葉も届かないまま、震え枝から消えたあなたの空を飛ぶ蝶になれるのなら、その悲しみ苦しみを食らい尽くす鬼でも構わない。放つ風よ時の朝へ、この想いを舞い散らせと、夢よ刹那この心は彷徨のまま、輪廻の果て霞む空いざよい涙。あの、斉藤さん。どうした？あそこにいる人たちにちょっと話を聞いてきてもいいですか？もしかしたら父様のことをご存知かもしれません。あまり時間は割いてやれぬが。はい。大丈夫か、雪村。はい。具合が悪くなったらすぐに言え。え？無理をして倒れられても困る。千鶴。平助君、どうしたの？その格好。お前の江戸の家を教えてくれない？え？いいけど、どうして？大使募集のために江戸に行くことになったんだ。大使募集？ああ、このところの俺たちの働きが認められて、新選組の警護地が広がっちゃってさ。そうなんだ、すごい。ついでに高堂さんのこともできるだけ調べてくるから、期待しててくれよ。うん。じゃあちょっと待ってて。近所まで行ったら蘭方医の雪村って聞いてもらえればきっとみんな知っていると思うから。わかった。それじゃあよろしくお願いします。うん、じゃあ行ってくる。気をつけてね。ああ。お茶置いておきます。ああ、すまん。あの、三男さんは？ちょっと調べ物をしているみたいだよ。そうですか。お茶、後の方が良かったですね。入れすぎちゃいました。置いとけ置いとけ。あれば誰か飲むだろう。そうですか。辛い。うわ、こりゃひでえ。これ作ったの掃除だろう。何その言い方。とりあえず野菜茹でて醤油に浸すとこまでは僕がやったけど、別にまずくないと思うけどな。斉藤。
どうした？水洗いしてくる。塩分の取りすぎは健康を損ねる。おう、俺も。じゃあ僕もちょっとだけ洗ってこようかな。今我が国に必要なものは異敵に対する強大な組織力ですが、本来先陣を切って幕府を守るべき旗本は200数十年に及ぶ太平の暮らしに慣れきって腰抜け同然。誠に憂うべきことです。しかし幸いにも志ある武士はまだいます。我々伊藤道場にも、そして近藤局長の新選組にも。うん。異敵の脅威差し迫る中、互いに手を組み協力し合って国を守るべきだと思いますわ。同感です。誠の上位のため命尽きるまで共に戦いましょう。伊藤先生。三男さん、まだ起きてるんですか？起きたくんですか？入って構いませんよ。熱心ですね。研究のために体壊しちゃ元も子もないのに。ご心配なく、体ならとっくに壊れていますから。それより見てください、改良した落ち水です。理論的にはこれで副作用が抑えられるはずなんです。試す気なんですか？自信があるなら止めないですけど。どうしたものかと悩んでいるところです。ま、失敗したら僕が切ってあげますよ。それは心強いですね。そんなことよりどうです、一杯。酒ですか。その方が体には良さそうですね。伊藤殿、お待ちしておりましたぞ。これは局長自らのお出迎え。痛み入ります。あれが伊藤貸太郎、一刀流の免許改伝らしい。伊藤さんは尊王攘夷派の人間と聞いたが、よく新選組に名を連ねる気になったものだな。長州の奴らと同じ考えってことか。そんな人間が俺らとうまくやれるのかね。伊藤さんは学識も高く弁舌に優れた方ですよ。へえ。あ、じゃあ三男さんは知り合…三男さん、最近ますます愛想ないよな。ああ、ここんとこめったに話もしねえし、まあもともと無駄口叩くような人じゃねえけどよ。待つ。千鶴、勘がついたら座敷に運んでくれ。あ、はい、すぐに。平助からの言づてだ。え？お前の家に寄ってみたそうだが、高堂さんが戻った形跡はなかったようだ。平助はまだしばらく江戸だ。手がかりがあればまた知らせてくれるだろう。そうですか。ありがとうございました。あ。いやー、愉快愉快。大使が増えるのは嬉しいものだ。それが有能な人物ならなおさら。まあそんな。新選組はタイの規律が厳しくていらっしゃるんでしょ。三男さん、いろいろ教えてくださいね。めっそうもない、私が伊藤さんに教えるなど。伊藤さん、さあもう一杯。ありがとうございます。土方さんは大使からの人望も厚く実行力があると聞いています。一つ今後もよろしくお願いしますね。失礼します。空いた器を下げに参りました。おう、すまんな。いえ。もしあなた、
何かご用ですか？どうしてあなたのような方がここにいらっしゃるんです？え？大使ではないですよね。沖田さん、男女帯で花がないものでね、せっかく伊藤さんたちがいらしてるんだし、せめて目の保養にと。まあ綺麗でも刀で切るなんて随分荒っぽいですわね。少々荒っぽいところが天然理心流の流儀なんです。君まだ後片付けが残ってるんだろ、早く戻りな。はい。お花ありがとうございました、沖田さん。ふん、早いね。雪村くんが来てからもう一年以上になるか。そうか、もうそんなに経つんだ。父様を探して京へ来て、いろいろなことがあった。でも父様の行方はわからないまま。ありがとう。客人の君にいろいろと雑務を任せてしまって、実際助かっているよ。お役に立っているなら嬉しいんですけど。また大使が増える予定だ。やはり早急に新しい屯所を探した方がいいだろう。雑魚寝している連中もかなり辛そうだしな。だけど僕たち新選組を受け入れてくれる場所なんてどこか心当たりでもあるんですか？うん、あれば苦労せんのだが。西本願寺。ん？西本願寺は長州をはじめとする不定浪士の隠れ身の。我々を素直に受け入れるとは考えられませんが。そんなことはどうだっていい。寺と坊さんを出しにして今まで好き勝手してきたのは長州だろう。いざとなれば力ずくでも承諾させる。僧侶の動きを武力で抑えつけるなど見苦しいと思いませんか？まあ確かにそうだな。三男さんの言う通りかもな。都市の意見はもっともだが、三男君の考えも一理あるな。西本願寺よろしいんじゃないですか？ん？私もいろいろ調べましたが、屯所としての立地も条件もいい。土方君のおっしゃるように我々が寺を拠点とすることで長州封じにもなりますしね。確かに長州は身を隠す場所を一つ失うことになる。まあ坊主どもは嫌がるだろうが、西本願寺からならいざという時には動きやすいな。そりゃそうだが。しかし正義を欠いた大義などいずれほころびが出ます。三男さんは相変わらず大変に考えの深い方ですわね。しかし物事を推し進めるには強引かつ大胆な策も必要ですわ。守りに入ろうとするお気持ちはわかりますけど。守り？その左腕は使い物にならないそうですが。でも剣客としては生きられずともお気になさることはありませんわ。三男さんはその才覚と心慮で新選組を十分に助けてくれそうですもの。今のはどういう意味だ伊藤さん。あんたの言うように三男さんは優秀な論客だけどな、剣客としてもこの新選組に必要な人なんだよ。土方君、私の腕は。あら、私としたことが失礼いたしました。その腕が治るのであれば何よりですわ。いろいろ意見が出たが、ここは一つ西本願寺で進めてみよう。
秀でた参謀の加入でついに総長はお役御免というわけです。三男さんもかわいそうだよな。最近は大使たちからも避けられてる。避けられてる？誰に対してもあの調子だからな。大使も怯えちまって近寄りたがらねえんだ。昔はああじゃなかったんだけどな。親切で面倒見がよくて穏やかで優しくて表面的には、うん、でも腹ん中は真っ黒で。そうそう真っ黒冗談でも言わないとやりきれませんよね。それにしても伊藤の野郎、弁が立つだけに腹が立つ。気取ってるっつうか、人を見下してるっつうか。僕も好きじゃないな。相当な剣の使い手であることは認めるけどね。気に食わねえ。じゃあ土方さんが返品してきてくださいよ。新選組にこんなのいりませんって。近藤さんが許可するわけねえだろう。すっかり伊藤さんに心酔してるみてえだしな。もう役に立たない人だな。無茶を通すのが鬼副長の仕事でしょうに。だったら掃除、てめえが副長やれ。嫌ですよそんなめんどくさい。斉藤さんも伊藤さんは苦手なんですか？様々な考えを持つ者が所属してこそ組織は広がりを見せるものだ。しかし無理な多様化を進めれば内部から瓦解することもある。三男さん、秀でた参謀の加入でついに総長はお役御免というわけです。薬でも何でも使ってもらうしかないですね。あの時沖田さんが言ってた薬って何だろう。まさか君に見つかるとはね。予想もしてませんでしたよ雪村君。三男さん、どうぞお入りなさい。これが気になりますか？それ何ですか？これは君の父親である高堂さんが幕府の密使を受けて作った薬です。もともとは西洋から渡来したものだそうですよ。人間に劇的な変化をもたらす秘薬としてね。劇的な変化ですか？ええ、単純な表現をするのでしたら主に筋肉と自己治癒力の増強でしょうか。しかしそれには致命的な欠陥がありました。投薬された人間がどうなるか、その姿は君もご覧になりました。薬を与えられた彼らは理性を失い血に飢えた化け物となり下がりました。高堂さんは新選組という実験場でこの薬の改良を行っていたのですよ。そんな、父様が人を壊すような実験を。しかし残念ながら彼は行方不明となり薬の研究は中断されてしまいました。
あの人が残した資料をもとにして私なりに手を加えたものがこれです。服用すれば私の腕も治るかもしれません。薬の調合さえ成功していればね。カモって危険すぎます。そんなものに頼らなくたって三男さんは。こんなものに頼らないと私の腕は治らないんですよ。私はもはや用済みとなった人間です。そんなことありません。みんなも優しい三男さんのことが好きです。だから剣客として死に、ただ生きた屍になれというのであれば、人としても死なせてください。三男さん。新選組ができる前から俺の兄貴みたいなもんだった。俺たちには三男さんが必要なんだ。あの人を失うわけにはいかねえんだよ。